あ、これでいけますね。あ、はいはい。うつちゃいます。うん、まあ顔はなるべく映さないように。あ、じゃあ顔なしで。はいはい。はい、2回目のね、またあの博物館に来ていただいて、いろんなベトナムのね、いろんなものも持ってきていただいてありがとうございます。で、本もね、あの竹取の現代校、それから古代日本の歴史探るというのをお買い求めいただいてね、今回また博物館に来ていただいたんですけど、で今、ムー大陸の話してましたね。で、ムー大陸が今度の2月のね、あの影山サミットで、まあ、取り上げようということで、今原稿書いてるんですけど、でその中で私はまさにムー大陸は太平洋のあのど真ん中にあったのではないかということがまあ分かってきて、でヨーロッパとかあるいはあの中東、そういうところ、あるいは太平洋のサダントラジャとか、それからバリ島ですね。バリアガというのは日本人と同じ精霊信仰で土葬、それから、先ほど申しましたようにサダントラジャ、インドネシアのスラウェシ島というところなんですけど、そこのサダントラジャという大変な場所なんですけど、世界の民族の宝庫と言われている、まあ、ところ行きますとですね、今でも縄文後期から弥生時代にかけての日本人と同じですね、稲作をやったら穂積みのね、石包丁で穂積みして、で赤米とか黒米とかも栽培されてるね、すごい場所があるんです。これ日本人はまあほとんど誰も行かないね。先日来られた方が一人だけそこ行ったことがあると言われて、ね、びっくりしたんですけどね。まあそういういろんなことが分かってきて、竹の内文書に書かれているそのムー大陸がまさに私は存在してるんじゃないかなということが分かってきたんですよ。でそれでなんか先ほどちょっとあのお話、なんかされてたことありますね。うん、ちょっとお聞かせながって。例えば十種族が十種族、まあ、日本にやってきたという、あ、イスラエルのね、イスラエル、はい、なんで日本に来たのかなと。でそれ考えるとやっぱもともと日本にいた人たちが向こうに行かれて、うん、それでまた戻ってきたのかなとか。ああ戻る理由、なるほどなるほど、なぜシルクロードを伝って、うん、あれは海のシルクロードを伝って十二種族があった北イスラエルの十種族の人たちが日本に来た。もちろんなんか南イスラエルの人たちもなんか日本に来てたと、その後なんかそんな書いたことがあの書かれた人がおったんで、十二種族は全部日本に来たらしいんです。ああ、なるほど、そういう見方がありますわね。だからね、我々ね、今までね、日本民族というのはなんかこう第二次世界大戦後その海外からねいろいろ言われてね、なんか戦争犯罪者とか言われてね、例えば朝鮮半島あるいは中国からいろいろイチャモンをこう向けられてたわけですよ。それで日本人はもう何だろう、祝福とした状態でね、なってて、日本人の誇りをなくしてしまったんですね。だからそういう形で日本人は渡来してきた民族だと、あの朝鮮半島からね、百済からということばっかり教えられてたので、あ、そうかなと思ってね、私あの朝鮮半島も韓国ですわな、3回ほど行ったんですよ。でバスでずっと全部回ったし、ソウルとか、あ、その他ミマナと言われるあたりも、あるいは、シダギですかね、そういうところを見てきたんですけどね、どうも向こうからそのなんていうの、文化が、いろんなものがやってきたにしてはちょっと違うぞと、むしろ中国からやってきてるぞと、中国行って初めて分かったね、ちょっと違うと。調べてみるとやっぱり朝鮮半島を経由してやってきたなら分かるけど、むしろ日本から逆に行ったんじゃないかと。だから前方後円墳でも確かにありました。でも小さいですよ、そんなもんせいぜい20メーターぐらいかな、20メートルぐらいの小さな前方後円でね、今はもう周りの、なんと堀はもう埋まってしまってるしね。だからおかしいなということで、今の発想は面白いね。日本から帰ってきた。だからこの竹内文書をいろいろ調べてると、まさにこの我々の民族は向こう行ったんだと。だから十種族あるいは十二種族の人たちが
日本列島に来たんだというのは、むしろふるさとへ戻ってきたという考え方でもいいわけですわね、うん、里帰りというあの方法もいいけど、むしろふるさとへ帰ってきたんだという方が面白いかもしれないね、里帰りよりもね。そう、なんか日本に来る理由が思い浮かばなかったんで、うん、ただね、一般にまあ中国の書物なんかでは、あの日本は理想郷やと言ってるんですね。だから歴代皇帝もその日本へ政権を追われて、もう政権を降りた時に日本へ来てるんですね。だから秦の始皇帝が徐福に命じて蓬莱山行って不老不死の薬を取ってきなさいということがありましたわね。だからこれもその四季に載ってるですね、中国から見たら日本は理想の国だったんですね。春夏秋冬があり、水もおいしいし、植物も茂り、海の幸、山の幸、全部揃ってるんですね。だから海外行った人だったらね、その日本の良さがね分かるんですね。日本ってなんでこんな素晴らしいんだろうと。水一つとっても食べ物一つとっても何でもあるでしょ。とら海外ではもう砂漠やったりね、もう寒い地域だけやったりね、そこからもう暑い暑いね、赤道直下のところだ、もう50度60度のもうとんでもないところで生活されてるわけでしょ。日本は確かに暑い時期があるけど、やっぱ冬もあるし春もある。だから非常に気候が、いろんな気候で楽しめるというね。だから大陸から見れば日本はやっぱり理想の国だったと思いますよ。だからそれで来たのかなと、シルクロードを伝ってこの大きい大陸ですわな、大陸の端っこに理想の国があるからいうことで私らは来たのかなと思ってたんだけど、逆の見方をすれば確かに言えますね。当時の人たちが、うん、まあ、当時の宗教観で宗教観もがベースにあるわけじゃないですか、考えの中に、うん、そういった状況であのはるばる遠くの例えばその食に困らない日本だったかもしれないですけども、そういったあの時代 の, あの人たちが、当時の宗教観を持ってはるばる遠くに行くのかなと、うん、食文化のだけそりゃそうですわな、考えてみれば確かにね、例えば現代人があの何あの国は食べ物が美味しいからということで、わかるけどイタリアフランス行くのとはちょっと、うん、違うわね。当時そんなもん行こう思ったらもうね命かけて後悔しなきゃなりますよね。命も違いますし、あと何、はい、その宗教観ですよね、うん、宗教観文化の違いね、うん、なるほど。だから今までの宗教か、宗教のなんか信仰してる人たちが、うん、あの何違う地域行ってあのこれは食べれないとか、あと何、ありますね、そういうのとかあると思う。だから今、まあ、最近分かってきたように太平洋の大きい、海にですね、ムー大陸のようなものがあって、そこに十種族十部族がおったと言われてるんでね。でその中に五色人、5つの顔あの色をした五色人がいたのかどうか分からないんだけど、まあ、スメラミコトがまあ、おってですね、まあ、そういうところ行った巡航した。で大きい島がその後100メーターほど水の水面が上がってですね、で島の先端部だけが今島として残ってしまったと。ということはそこに住んでた人たちがどこか行かなきゃなりますよね、移住ね、移住をした。ところがそれがまあ、中国とかヨーロッパ、ペルシャとかそういうところへ移住したんだけど、当時は近代的な、まあ、シュメール文化が、できてですね、高度な文明が突然起こったというのも、彼らが行ったから高度な文明が起こって、その後、まあ、木を切り倒したりなんかしてその水がですね塩湖になって潮が吹き出てきて植物も取れなくなった。だからまた戻ってきた、あるいは世界のいろんなところへまた散らばった。その文化が日本人とよく似たそのラーというね、太陽神を拝むあれがあり、あるいは星を見て航海術を持ち、月を見て月を崇める、まあそういう精神的なものが、まあ、持ってたわけでしょうね。だそれはもともと
我々日本つまり大和というのどうか知らないけど倭国ですわな、縄文時代の倭国言ったかわからないんだけど、当時そういう精神があったんでしょうな。もしあったんだったらふるさとへ帰ってきた、うん、求めて自分たちが遠くへ出かけて行ったんだけど、まあ長い長い旅をしてですね行ったんだけど、やっぱり日本がええぞということでね帰ってきたという考え方すれば何ではおかしくないです。確かにね、うん、あそういう考え方がいいかもしれませんね。だからトライ、我々はトライしてきたばっかり申し上げられてですね、日本は資源も何もなしに何も昔はなかったんだと言われ続けてきたんだけど、いやそうやないぞと、ペトログラフがあるじゃないかと、で階段ピラミッドがあるじゃないかと、ちゃんとね、であのその他縄文時代には世界で最初の土器もね青森の方で最近見つかってますわね、1万5000年前かの土器を見つかったということで、世界最古の土器が見つかってるんですね。ところがまあ中国がイチャモン出して、いや中国の方が古いぞと言ってるんだけど、ほんならそのもんを見せてくださいと言ったら今はないということで、まあ、日本人はあんまり嘘をついたりしないんだけど、まあ、海外の人たちというね、今の社会を見てみると、もうとんでもないもうでっち上げね、もうテレビなんか見てると、もう、まあ、今度はいつ火山が噴火するのか、いつその核がまた爆発するのかというのが、もう最近の日本人は分かってきたでしょ。だからそういう見方からすれば、日本人はそんな文明を持ってたじゃないわけですよね。だから、あの戦わなくても生きられる生活を縄文時代はやっていた、弥生時代も農耕生活をしていた、あとまあ確かに魏志倭人伝の中にはね、その食べ物が食べられなかったりして国同士が争いはあったかもしれないけど、案外平和なね生活が続いていたんじゃないかなと私見てるんです。そういう見方からすれば何らおかしくないですね、うん、そんなんつぶさに感じられますか。例えば海外行かれたり、ベトナム行かれたり、いろんなとこ行かれたり仕事でねされてると、そうですね、やっぱ人種の違い、うん、人種ね、あ 人種というか、まあ、人種は違うんですけど、考え方ですね、アイデンティティから、和人の考え方ですな、独特ですよね、うん、独特やね、だから今まで私の場合はその日本は多神教で、他の国は一神教だから、その仏像があったら壊してしまうというイスラムの精神で、イエス・キリストなんかの場合には復活すると、うん、死んでも復活するんだという考えだから死んでも怖くないのかな、ちょっとわからないんだけど、そういうふうな日本人じゃないですわね、うん、多神教だから宗教戦争というのはないしね、で日本人から見れば、例えばイスラエル行っても、あの小さなその聖地ですわね、そこのところにもイスラム教、それから、聖書、それに、なんだ、ユダヤ教というように、同じ場所にちゃんとありますわね。その中で争いしてるわけでしょ。でそこから派生したその我々日本の仏教もイスラムのそのユダヤの十種族のイサカルという坂族って一般に言うんですかね、それが坂族釈迦族になってインドの仏教になり、ヒンズー教になり、まあ仏教ヒンズー教になって日本へやってきてますわね。だからそういう見方をすれば同じなんですね、仏教もね、向こうのユダヤと同じ考え方のあれがあると。だから宗教が、日本の宗教はまあどちらかというと自然をこう崇める宗教ですね、あのいや竹取物語のその観阿弥山ですか、それからそのなんていうのかな、あの山を、それから木をね崇める、神道で言われる木ね、木、まあ、木を崇める、それから石を崇めるというのが我々日本の自然信仰心でしょ。だからそういう見方からすれば、それらが向こうへ行っても、あるいは太陽を崇める、日本の日の丸なんかがね、まさに太陽を崇める、だから竹の内文書に書いてあるように
日本は世界の中心であったと。でスメラミクトが世界へ巡行したと、五色人のところへ行ったというのもね、何らおかしくないんじゃないかな。で私これ竹内文書っていうのはね、もうかつては古事記日本書紀と違うことが書いてあるから竹内文書疑問書だということで京大の有名な先生がねもうおっしゃられて、かなり当時その昭和の初め頃なのかな、逮捕されたりしてですね、取り調べをされたとなってますね。で大本教なんかもまあそういう原始信仰的なものね、なってるんですけど、やっぱり現在でも同じようなことが行われてるかもしれないんですけど、その考え方自体がその外国からの文化がまあ日本にも入ってきたので明治以降ね、でそういうことがまあ具合悪いということになってですね、考え方が変わってきたと思うんですけどね。だからまさにこの竹内文書は古事記日本書紀と同じでないから、疑問書だと今まで言われてたのはむしろ逆で、古事記日本書紀が疑問書だから竹内文書に書いてあるのと違う。だから古事記日本書紀もはるかに古い時代、それから現在から見ても分かりやすいように世界のことを書いてるわけですね。だからむしろそれの方が古いことが書かれてるし、代々その竹内宿根によってですね、現在は73世ですかの竹内宿根さんが塾の先生されててね、先ほどおっしゃったように公表されたわけですね。公表してはならないと、公言してはならないと。それはですね、やっぱり歴史を学んだ先生がそれを73世の竹内宿根になったので、やっぱりこれは現在の日本にとっては公表すべきだと考えられたから公伝されたんじゃないかなと。それが我々にも伝わってきてね、まあ、いろんなことを調べていくとこれすごい文書だなというと分かってきたわけですな。でこれは一つのまあ文書として残しとかないかんなと、私が生きてるうちにね。で今これ日夜もう寝る時間も惜しんでですね、今ねいろいろ書いてるんですが、膨大な資料になるでしょ、資料になるでしょ。だから宗教一つにしてももういろんな宗教あるでしょ。特にああいうシュメールとかイスラム教とか聖書があるし、旧約聖書新約聖書を勉強するだけでもなかなかわからない分野が日本に入ってきてますわね。で日本に入ってくるのはわかるんだけど、それより前にどういう宗教であったのかを調べるだけでも結構時間かかるね。で分からないうちにもまあ何でもええからまあでっち上げでもええから書いてしまおうということですね。今一生懸命書いてるんで間に合うかどうか分からないんですけどね。だからそれらが世界のそのまさにあの非常に重要な位置をまあこう占めてるわけですな。ただね、まだ未だに分からないのは、あの人間はですね、アフリカ大陸に最初のなんか何十万年前かな、100年前か100万年前かなんかにその原人がねいて、そこから世界に散らばったんだと言われてますわね。我々は学びましたね。それは西洋の考え方でしょ。東洋の考え方のみんながそれを同意してるかといったら別問題ですわね。あの黒人からですよ、その白人とか黄色人種ができたとしても白人までいけるのかなと、混血を繰り返してもね。むしろ私は日本から行った和人がですね、黄色人種がその後何らかの突然変異ができて白人になったりね、赤人になったり黒人になったり、なったんじゃないかなということは案外考えられるんでね。私はこの竹内さんのおっしゃっておられる竹内文書の方がね納得いくんじゃないかなと、そんなこと思ったりしてるんですけどね。どうですか、そうですよね、だから例えばこのこれですわな、この、去年まあ作ったこの何ていうのこの、シュメールの人たちですわな、イスラムの人たち、あるいはこれらの姿を見たらですね、我々京田辺の須知神社のところにもこれとよく似た五頭天皇のスサノオというのがね日本にやってきてるんですね。でスサノオとそれからモノノベシという人たちがですね同じようにやってきて、さらにアマテラスというのかな、アマテラスというのもシルクロードを伝ってやってきてると。で
竹の内文書には2つのまあ経路があったと分かってきたんですね。それは分かって、もう一つの経路があったんじゃないかと。つまりあのモンゴル経由でね、以前もお話したかどうか分からないんだけど、その江上南雄、東京大学のね、その江上南雄さんがそのモンゴル経由でですね、馬に乗って騎馬民族がやってきた。でこれがあのムーの学研の本の飛鳥さんなんかは、イスラエルの十種族の中のガド族、ミガドミガドミガドミカドにな、竹取りをミカドになって現在の、まあ、天皇ですわね。つまり神武天皇がですね、その経路をやってきて、そして、なんだ、日本の神武天皇、朝鮮半島からこう神武天皇馬でやってきた。でそれまでに来た物部氏がですね、あのこの京田辺のあるいは刀のところに逃げ早日の御事が降臨して、長瀬内府の息子になって、その後物部氏になって富というところに勢力を築いたとなってますわね。で最初に奈良へ入ってきたのがこのちょうど京田辺の近くのこの付近であって、そこへ物部氏が来たわけですわね。だから出身が一緒やったということで、まあ、仲良くしてですね、蘇我氏と物部氏が、まあ対等しながら日本の文化を築いてきたということが書いてあるのでね。だから神武天皇は北方のモンゴルから馬に乗ってやってきたんかな、紀元後にね。で物の氏は紀元前だったと。でもう一つの説は、まあ、竹野内さんがその天照大神系の人たちが 海からやってきたというのかな、なんかそれが、あって、その辺がまだね整理できてないんですよ。でこれはだからあるそういうのは詳しい人にもお聞きしてね、やってるとか、なかなかこれは解決しないね、書いたものないしね、だから海のし NHK がまあやったように海のシルクロード、それから陸のシルクロードっていうのは非常に有名になってね、なったんだけど、北の方のモンゴル経由でやってきてる層がね、神武でいいのかなと、うん、いうようにまあ見てるんですけどね。そうなると天照大神は神武ではなしに、最近その何だったかな、新しいそのね、セオリツ姫どうですかね、セオリツ姫というのは、そのアマテルというアマテルちの男ですかね。で、アマテルとそれからセオリツ姫が生まれた。で、セオリツ姫の兄弟に月読み、つくよみというのがいてですね、それが、そのスサノオヤというんですね。で、スサノオは私物の部氏かなと。で、だからセオリツ姫がそのアマテラス大神に関係する、まあ、女性神ね、じゃないかなと思う。アマテルというのは神武かなと思ったりまあしてるんですけど、これはまあまだまだ納得いかないんですけど、ただこのセオリツ姫というのは明治の頃かな、そのあたりに各神社でセオリツ姫がたくさんいたにもかかわらず、その使わないようにしたんですね。で封印したらしいよ、考えたね。ところが最近ネットの世界でこのセオリツ姫がもうボンバンみんなが書き出してね、あのいろんなところの神社にそのセオリツ姫がいたっていうのが分かったんですよ。でこれがそのかなり古い時代のそのアマテラス女性神ですな、アマテラス大神を表す女性神のような感じなんですよ。でこれがいろんな神社ですな、例えば神戸の方のなんかそういう神社とかね、あるいは伊勢にもそういう、伊勢にはこの 今まで下宮と外宮でしたね、伊勢ね。でもう一つその、なんとかというのがなんかあるあったみたい、そこにどうやら西洋律民がいたんじゃないかというのが出てきてね、それ今調べてるんですけど、名前がねなんか2か所あってね、最近なんか伊勢神宮のところでもその復活させたと、
立派なあの神殿を建ててね、いうことがまあ分かったので、セオルチ姫が最近浮上してきたということですね。これはまあ今回のあれで書かなきゃならないなということで、まあ考えてるんですけどね。だから物部氏も封印されてたでしょ。だから今まで古事記日本書紀には絶対書いてなかったから、封印されたから、神武天皇が日本の最初の天皇であると、帝であるということで言われてたので、邪馬台国も大和でなければダメだったわけですね。それが物部氏でいたとなると、何も大和にその邪馬台国が別になかったの十分その説明つくわけですな。むしろ無大陸、無大陸考えていくと、沖縄とか奄美諸島が無大陸のその西の端っこになりますんでね、むしろそこの方がその世界の窓口であってですね、あの行き来してた場所としてはね、非常に重要な場所になってくるわけですね。今で言えばそのまさに南西諸島の離れ島のように見えるんだけど、当時はもう九州の近くまでその無大陸がね、まあ、来てたわけですから、奄美にやってきてるということはね、だから重要なまあ場所であったというのがですね、最近ね分かってきた。だからシュメールの人たちが大犬座の星を頼りに、インドネシア、それからじゃあインド洋、それからマラッカ海峡、それから渡ってですね日本やってきたと。で奄美って、まあその話したと思うんですけど、奄美はシュメール語では海洋民だったということが、まあ、理解できるなと。あの辺にその当時に大きい大陸があってですね、やってきてた向こうの人たちの、だからもう自由に行き来してたんじゃないいうような、まあ、見方できるしね。我々五色人がスメラミコトによって、無大陸が沈んだので、あるいは水が上に上がってきたので、ユーラシア大陸の方に大量の人たちが移動していった、移住したということから考えていくと、もう壮大なテーマのね歴史がねこうあったのじゃないかなと。それとプラスそのノアの箱舟とね関係してきてるし、で聖書とかを考えてみると、旧約聖書、新約聖書を見ても、その無大陸、あら竹の内文書に書いてあることなんか見てみると、聖書なんてのは紀元後にできたわけでしょ。ということは竹の内文書に書いてあることの方がはるかにその古いわけですよ。だからそれを見て聖書が出来上がったのではないかなと思われる節もあるわけ、うん、だからそれは案外言えるんじゃないかなと分かってきたのと、イスラエル行った時に司会文書というのがあったんですよね。その司会文書はもうだ前にもう分かってですね、羊飼いが石を投げたら、なんかその上の方にあった洞窟のところに石をパッと投げた時にですね、カチンとなんか音かなんかがして、なんかおかしいのあるぞということで登ってみたら、壺の中に司会文書があったというんでしょ。動物の皮のところに書いたね文字ですな。これ古いですな。で竹の内文書も元はそういうふうな皮に書いてたらしいですね。だからそういうことを考えてみれば、竹の内文書はものすごい古いものであって、昔の文字は日本になかったと言われるんだけど、神代文字というね、神よの文字というのはね、あ神代なんてあったんじゃないかなと考えてみれば、なんでおかしくないなということが見えてきたわけ。面白くなってきましたね。これこの竹取物語でもう突進してるんですよ、この話はね。あいつもとんでもないことを言っとるなとみんな言われてると思うんだけど、しかし世界いろんなとこ回ってきたり、また私はこの宗教的なもの、稲作民族の源流を調べたり、日本人のルーツ探して、中国の少数民族行ったりですね、まあ、いろんなところをまあこうさまよい歩いてきたんですね。でそれを見てるとね、パーッとこうこの竹内文書とか何やか宗教の問題とかがね、こうバーッとこうつながってまいりましてね、あこれはまともやでと、この書いてあるものは、いうことがまあアホみたいに見えてきたんですよ。まあ
それでね、これはここまで見える人は、まあ、他の人も見えてると思うんだけど、まあ、いないので今のうちにね、私はあと何年生きられるかどうかもわからないですけどね、今のうちに何でもええから、こうでっち上げでもええから、もう書き留めとかないとですね、まあ大変なことになるなと思ってね、今頑張ってるんですけどね、まあそんなことで、ね、まだ回ってるから。